プレゼント企画でいろいろ悩んでんだけど、俺のいらないもんをプレゼントするっていう企画なんだけど、まあ、例えば iPod いらねえからプレゼントするとするじゃん、もうこんだけ傷ついてます。俺の iPod は。果たして、俺の方がこんな汚い iPod は欲しいのか欲しくないのかっていうと、多分いらないよなと思うとね、もう俺のいらないもんあげようとしたら多分いらねえんじゃねえのかなと思うわけだよ。もうそうするとね、プレゼントをしようと思ってもね、やる気が起きないっていうやつで、まあ、そういう話だよ。そう、いらないもんをプレゼントしても、もう最近の中学生はもう iPod 持ってるから、もう俺の宝物はもう、プレゼント、宝物プレゼントしても、ただのゴミが来たって、もうこんなの持ってるからいらねえよっていう誹謗中傷が来るんじゃないのかなと思って、そう、悲しくなるよね。ますます。ますます悲しくなるよね。そう、だって俺の宝物です、iPod って言ったら本当にね。これをファンにあげるっていうことは俺の初めての労働で手に入れたね、お金を君たちに分け与えるってことだからね。それほど重要な意味を持ったものが俺の中で iPod。それを親から買ってもらった iPod じゃん、中学生の持ってるのって。そう。で、こんな持ってるがいらねえみたいなことでディスられてしまったら、俺はショックだわ。な。本当に。なあ、本当にな。そう。やっぱね、ね、物の価値っていうのはね、俺考えるに、なんか同じ、例えば100円のこの飴あるとするじゃん、これを自分ので働いて稼いでお金で買うのと、親からもらったお金で買うのって全然お金のありがたみが違うんだね。そう。そういう意味なんで、俺のお金の価値っていうのはそういうとこかな。本当に。まあ、100円のもんでも買うとするじゃん。自分の金か親の金かも、それですっげえ変わるから。そういうことだね。うん。